自分のシャツのこだわりですが、やはり着心地というのは絶対条件なんですけども、それ以外で居心地ですね、フィッティング以外にその時着た時の気分が良くなる、はい、これはもうお客様とディスカッションして一つずつ作り上げていくというこだわりですね。あとはその着た時に自分だけでなく、やはりその見られる側の人にもこう気持ちよく撮ってもらえる、そういうシャツを作っております。パンツ職人をやっております五十嵐と申します。よろしくお願いします。まずパンツ職人、まず日本ではあまり聞き慣れない職人の枠だと思うんですけれども、今まで、上着をきれいに縫う方は日本にもたくさんいらっしゃったんですけれども、パンツをきれいに作ってなおかつ履きやすいというものが私が知る限り あまり存在をしてなかった部分でありますので、自分が服を極めていく際にその部分を、極めていければと思い、パンツ職人をやり始めました。で、私のパンツは、その履きやすさ、細くても履きやすいということに重きを置いて作っておりますので、今までのパンツ職人の方のパンツとはまた一味違ったものになっていると思います。松隈亮太です。スーツ職人です。僕のスーツは王道をやっているつもりではあるんですけども、その中でもやっぱり僕の、日本人としての僕のその感覚っていうのが入っていると思うんですけど、作り自体はイタリアの製法を、ずっと学んできたので、その作り方で作るんですが、そのデザインなんかそのデザインとかバランスの取り方は、美意識とかは僕日本で学んだといいますか、日本人として考えていると思います。セレクトショップがそのテーラーを雇ったり、そういう場所を設けたりするのはすごく画期的なことだと思いますし、新しい流れだと思います。とても光栄に思います。東京都内だけでなく全国的に見ても、ここまでの規模のテーラールーム、またお客様が入れるような状態のこういった工場というのは、本当に珍しいものだと思いますので、この工場に恥じぬように私自身も、腕を磨いていければと思います。テーラーズラボですが、やはりラボとついているようにこだわって作り込んでいく場所ではあるんですが、ただこだわりすぎてとんがったものを作るのではなく、やはりストラスブルゴ、セレクトショップですので、既製品などもこう研究材料の一つに入れて、幅広いジャンルの、お客様にテーラーというものを、仕立てというものをこう提案できる場として活用ができるところだと思いますね。ここのラボにつきましては、テーラーだけでなくパンツ、シャツ、いろいろな余裕の職人がおりますので、何か気になることがあれば、スペシャリストたちが何か一つずつ親身になって、サポートさせていただくかと思いますので、あまり肩肘張らずに気軽に、この重いドアを開けていただければ何かと思います。来店の方お待ち申し上げております。はい、私ストラスブルゴ代表の田島淳二と申します。このハウステーラーズラボを作った経緯についてなんですが、1990年10月10日にストラスブルゴは大阪で産声を上げました。当時から、私はナポリの、テーラー小さいテーラーを回り、ハンドメイドの良さやものづくりに共感を覚えてずっとやってまいりました。このテーラーとリテール、小売りを融合させるのは私の夢でして、1階が今 E メンズ、2階がメンズ、そして3階にこのハウステーラーズラボというのをオープンできたのは非常に嬉しく思っています。お客様に気軽にお立ち寄りいただいたり、テーラーのものづくりの場所を見ていただいたり、そうすることによってお客様により
ものづくりのことを知っていただき、またテーラーの皆さんには小売りに近づくことによって今ファッションで何が起こっているか、どういうことが今お客様の好みなのかということをテーラーのみんなにも知っていただいて、よりもより良いものを作ると、これが今までの私の夢だったので、今回これを実現できて非常に嬉しく思っています。皆さんぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。